皆さんお疲れ様です。スプラの時間だよ。マップはマヒマヒで、ルールはここだな。お前は初手特攻しがちだから気をつけろよ。あ、何のことかな。この調子で今回も一緒だろうな。さあ、敵さんたち隠れてないで出てきなさい。お前が一番隠れてんじゃねえか。お前が危ねえだよ。でも今のはここに夢中な敵の横をうまく突いたな。そこのワイパーおとなしくやられなさい。うく、まあ足止めして関門突破したから十分だろう。さてちょっと飛ばして、ここを進めていこう。ゆえ、一旦32まで進んだか。同じ必戦銃使いとしてこの試合負けられないわね。どちらかといえば無印の方がよく見るよな。中の人はジェッパが使えませんからねー。ああ。え？お前はバカなんか？いやいや今の当たってないって。嘘つけ自分から入りに行ったろうがよ。ちょっとまだ納得いってない。切り替えて早守れ。ああインクが足り、おうす。あんた本当にバカですね。うむむ。そんなことしてたらカウントリードされそうだぞ。ダメだ、それだけは絶対に避けなければ。神は言っていない。言ってねえのかよ。あーダメダメダメ、止まって止まって。味方にしか弾当たってなくてさ、さすがにもうやらせないぞ。へえ、そこの君たちお家に帰りましょうね。おい待て。あ、やば。おお、そんなことはいいから早く反撃するぞ。味方さんナイスボーよ。トルネード落ち直後の100万発見。おい、ここ止まったぞ、早戻れ。この攻撃で決めたいところね。おっと、ここはリレー切りはでかいぞ。焦らず歩行所で2位を築くわよ。そこの必戦もやれそうだな。そろそろ決めに行くぞー。横から来てるぞ。冷静に対処。これは行ったか。逆転でここゴール。決めたー。よっしゃ、逆転ノックアウトじゃい。最後の攻撃はかなり理想的でよくやったんじゃねえか。ということで動画が面白かったら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくだぜ。では、バイ。